皆さんおはようございます。フリーアナウンサー兼動画クリエイターとして活動しているゆりぱんこと鈴木ゆりです。このゆりぱんの YouTube ラジオでは、私が日常の中で見つけた素敵だなと思うものやこと、お仕事の裏話などを自由にお話ししています。毎週金曜日の朝7時に更新。皆さんにとって新しい発見があったとか、明るい気持ちになったというふうに、何かプラスになるようなことがお届けできたらと思っています。ぜひ隙間時間にお付き合いください。そして今回はファミリーマートでファミマスイーツの水まんじゅうを購入してきました。後ほどこちら詳しく今日のお供というコーナーの中で紹介をしていきます。こちらも合わせてお楽しみください。またゆりぱんの YouTube ラジオ宛てにいただいたコメントは次回の放送の中でお返事をしています。放送を聞いて感じたこと、気づいたこと、どんなことでもいいので、感想一言コメントいただけると嬉しいです。ぜひお待ちしております。さあ、それでは早速今日のテーマからです。今日のテーマは笑顔のパワーを感じた話です。私は今住んでいる家の近所に、だいたいね徒歩で10分しないぐらいのところにコンビニがあるんですけど、そのコンビニをね、仕事の帰りとか、お家にいる時にお菓子食べたいなって思った時とか、ちょっとコンビニのコピー機でプリントアウトしたいなとかっていう時に、利用させていただく、本当によく行くコンビニがあるんですね。でそこのコンビニで中年の男性スタッフさんがお仕事をされてるんですけど、そのスタッフさんがね、結構な不愛想な方なんですよね。あんまりニコニコした感じもなくて、私がそのコンビニで商品いろいろ選んでレジに持って行った時も、お会計でのやり取りとかも本当必要最低限のみっていう感じで、なんて言うんでしょう、とにかくあんまり笑顔がない、表情が豊かじゃないみたいな、世間一般で言うところの、塩対応みたいな感じの方だったんですよね。だからもちろんそれで何かこうすごく嫌なことをされたとか、なんか乱暴になんか商品扱われてもう嫌になったとか、そういうことがあるわけではないんですけど、私の中でちょっとその男性スタッフさんに対する苦手意識みたいなものがあったんですね。だからそのコンビニにいざ入ってレジにその男性スタッフさんがいるのを見ると、あの人のレジちょっと嫌だなみたいな風にちょっと警戒してしまうところがあったんですよね。だけど最近になってその方の雰囲気が急にガラリと変わったんですよ。前まではそれこそお店に入っていく時にいらっしゃいませとかっていう声かけも、特にこちらの様子も見ないで、もうノールックでいらっしゃいませみたいな感じだったのに、最近はその私がお店に入って、その男性スタッフさんがね、入り口のドアの方をちらっと見て、私が入ってきたのを確認すると、ニコって笑いながらいらっしゃいませっていう風にすごく優しく声をかけてくださるようになって、でレジに行った時のやり取りとかっていうのもすごくこう前以上ににこやかに丁寧にしてくださるようになったんですね。で例えばなんですけど、お弁当温めてる時とかってちょっと待ち時間があるじゃないですか。前までだったらそういう待ち時間って特にこう何を話すわけでもなく、ただ無言の時間が流れるみたいな感じだったんですけど、最近はそのお弁当温めてる時の待ち時間とかも、今日なんか寒かったですねっていうような、なんかすごい世間話、ちょっとした世間話とかを話題としてこう振ってくれるようになったんですよ。だから私もそういう風になんかにこやかに話しかけていただいたら、すごくこう気分がほぐれるので、いやー本当今日冷えましたねっていう風にこう返したりとか、そこでちょっとしたね、一言二言の言葉を交わすっていうのを楽しむ時間とかっていうのができて、あれ、なんか前までこの男性スタッフさんすごく苦手、ちょっと嫌だな、ちょっと怖そうだなとかっていう風に思ってたのに、なんか随分雰囲気が変わったなっていう風に、すごく驚くとともに、なんか嬉しいなっていう風に思ってるんですね。なんかすごく些細なことなんですけど、やっぱりこう笑顔で接してもらうことって、それだけでこんなに幸せな気持ちになれるんだなっていうのを最近すごく感じるんですよね。
だからやっぱり笑顔ってその人に与える影響力、まあ、笑顔のパワーっていうのはすごく大きいものなんだなっていうのを感じました。まあ、その男性スタッフさんにねどういうこう心境の変化があったのかとかそれはわからないし、もしかすると前までは私がその必要以上にその男性スタッフさんに対してなんか苦手意識を持ちすぎちゃってて、ちょっとそういうレッテルを貼って見てるところがあったからそう見えてたっていう可能性もあるんですけど、なんかすごくねその変化っていうのを感じて、やっぱり笑顔ってすごく強いパワーを持てるものなんだなっていうのを感じました。で、私もですね最近笑顔っていうのを以前よりもより意識して過ごすようにしてるんですね。そしたらそれを意識し始めるようになってから、そのコンビニのスタッフさんもそうなんですけど、その人以外にも日々いろんな場所ですごく親切だなって思う人とか、わあなんかこの方丁寧な対応してくださってありがたいなっていう風に思うことっていうのがすごく多くなったんですよね。まあ、近くにあるそのスーパーとか郵便局とかよく利用するお店のスタッフさんとかも、まあ、皆さんすごくね気持ちのいい笑顔で挨拶してくださったりとか、もう丁寧な対応してくださったりとか、あとお仕事上でね取引させていただく方とかっていうのも本当にこちらのことをすごくこう気遣っていただく、すごくいい対応してくださる方っていうのがとっても多くて、まあこれってただの偶然かもしれないんですけど、なんかこう私が笑顔を意識しているからこそそういうなんか素敵な人の存在にもこう気づけるようになったのかなとか、なんかそういうことをすごく感じるんですよね。なんて言うんでしょう、笑顔を大切にしようっていう自分のその気持ちと同じような気持ちを持ってる人たちとこう引きつけ合うというか惹かれ合うというか、まあなんか惹かれ合うっていうとなんかねまるでその別の他の人たち向こうの人たちも私に惹かれてるみたいになるんで、そこはねちょっとどうなるかわからない部分はあるんですけど、やっぱりこう同じようなパワーを持ってる人って同じパワーを持ってる人同士でねなんかこう呼び寄せ合うみたいなところっていうのはもしかしたらあるのかなっていうふうに思ったんですよね。だから本当にとにかく最近はただただ日常で何気なくこうお買い物したりとかお店利用したりとかお仕事したりとかっていう感じなんですけど、すっごくいい気分で毎日過ごさせてもらってるなっていう風に思うんですよね。すごくなんていうか単純なことなんですけど、自分の周りがいい笑顔で溢れてるなっていうのをすごく感じるんですよ。だからまあその笑顔って当たり前っちゃ当たり前のことなのかもしれないんですけど、まあどうしてもなんて言うんでしょう、こう人間誰しもねこうイライラしてるとかちょっと嫌なことがあってつい気分がね乗らないとかっていうそういうことってあると思うんですけど、私もね結構嫌なことあったりとか落ち込むことあったりすると分かりやすくそれが顔とか態度に出ちゃうタイプなんですけど、やっぱり笑顔っていうことってすごく意識するといいことで溢れてくるんだなと、うん、それをすごく感じましたね。すみません、本当またちょっとなんか全然うまくまとめられてないんですけど、まあそうだからまあ本当にね、もしかすると私の周りにたまたますごくそのいい方っていうのが多かったっていうだけかもしれないんですけど、でもそれもやっぱり自分がね笑顔でいるからこそそういう素敵な人たちの存在にもこう気づくことができるとかっていうのは一つ関係があるんじゃないのかななんていうふうに思ってます。特にねなんか絶対これっていう根拠があるわけではないんですけど、なんかこう自分が笑顔でいようとかって思うとすごくいい気分で過ごせることっていうのが増えたので、まあ、この笑顔の大切さっていうのはこれからもなんか意識しながら日々を過ごしていきたいなとそんな風に感じました。ということで今日はその笑顔のパワーを感じた話というテーマでお話しさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。すいません、なんかなかなかねうまくまとめることができなくて本当に申し訳ないんですけど、もしなんかこう感じることとかありましたらコメント欄に感想いただけるとすごく嬉しいです。さあそして続いて今日のお供のコーナーです。先ほど冒頭でも紹介したんですが、
今回はファミリーマートさんのファミマスイーツ水まんじゅうを購入してきました。この水まんじゅうは、ファミリーマートさんの新発売の新商品になりますね。水まんじゅうで宇治抹茶ときな粉の2つの味が入っています。宇治抹茶の方は宇治抹茶あん、きな粉の方はきな粉あんが入ってて、それぞれその宇治抹茶あんときな粉あんの中にホイップクリームが入ってる、あの三層仕立ての水まんじゅうですね。袋から取り出してみると、水まんじゅうなので、あのくず粉とわらび粉で作られた、その水まんじゅうのなんて言うんでしょう、ゼリーみたいな透明のつるんとした表面の中にその宇治抹茶とかきな粉のあんの色が透けております。すごくね涼しげな見た目ですね。じゃあ今日はちょっとこっちのきな粉あんの方をいただいてみようかなと思います。このね水まんじゅうということで、すごくこのみずみずしさとプルンとした感じがねすごくいいですよね。ではいただきます。すごいもっちもちですよ、これおいしい。これきなこあんはね、きなこの風味がすっごい豊かですね。そしてやっぱこのねきなこあんが、その白あんにきなこを混ぜて作ってるみたいなんですけど、そのあんこのその和風の感じの甘さっていうのがすごく美味しいですね。そして中にねこうホイップクリームが入ってるので、まあちょっとその和風のね水まんじゅうという中にその洋風のそのふわっとしたホイップクリームの感じっていうのが合わさって、なんて言うんでしょう、和洋折衷な感じですね。すごく美味しいですこれ。そしてこのね、なんといってもこの周りのそのくず粉とわらび粉でできてるプルンとしたそのなんて言うんでしょう、ゼリー状の部分っていうんですかね、ゼリーみたいな部分っていうのが本当になんて言うんだろう、とろけるような感じだけど、そのもちっとしたすごいこう気持ちいい歯ごたえみたいなのがあって、これはねすごくね美味しいですね。ちょっと毎回なんか美味しい美味しいばっかりでね、なんか提供って思われてしまうかもしれないんですけど、これも私があの本当に提供とかではもちろんなく、ファミマで見つけて新発売だったんで買ってみたんですけど、これはね結構本当美味しいですね。おすすめと言っていいレベルだと思います。ちょっともう一口食べてみますね。本当美味しいですこれ。水まんじゅういいですね。そのおまんじゅうっていうその和の感じなんですけど、やっぱこの周りのねこのくず粉わらび粉とかのこのプルンとした感じっていうのが重すぎないんですよね。だからそれこそ本当ね、これからもっとこう暑くなってくると思うんですけど、暑くなってきた時にそのおまんじゅうとかの和菓子とかってちょっとこう重いなって感じることあると思うんですけど、この水まんじゅうだったら重すぎず、だけどその和風な感じっていうのも味わえるのですごくいいなって思いますね。さすがこの時期を見てね、この新商品を出してくるコンビニさんすごいっすね。はい、ということで今回はファミリーマートさんのファミマスイーツ水まんじゅうをご紹介させていただきました。宇治抹茶の方もね後ほどいただいてみたいと思います。お値段は、税込みで208円です。ファミマの、冷蔵のスイーツのコーナーに置いてありましたので、まあ、気になる方はねぜひチェックしてみていただけたらと思います。ちなみに私インスタグラムもやってまして、インスタグラムの中でもこのファミマスイーツ、ファミマスイーツじゃないや、今日のお供で紹介したスイーツとかね、写真で載せたりしてるので、パッケージが見たい方とかはよかったらインスタグラムの方もですね、チェックしていただけたらと思います。さあそれでは続いて、コメントのお返事コーナーですね。前回のゆりぱんの YouTube ラジオ宛てにいただいたコメントにお返事をしていこうと思います。
前回は幸せな結婚生活のコツというテーマでお話をさせていただきました。コメント4件いただいています。渡辺邦義さんですね、いつもコメントくださる方です。いつも拙いコメントですみません。福岡の YouTuber のチャンネルで三重チャンネルのがあって、こちらも楽しく拝見させていただいているのですが、だんだん自分が博多弁に近づいてきているのが怖くて、ゆりさんは博多弁に侵されていないようですが、コツはありますか、とのことですね。はい、福岡の YouTuber 三重チャンネルさんって、私も渡辺さんがねこうコメントされてるのでちらっとチャンネル見に行ったんですけど、すごい美魔女な方が運営されてるチャンネルで、ちょっとね福岡のなんて言うんでしょう、話題のスポットみたいなものとか、まあ、定番のスポットだったり、こうなんかちょっと都市伝説っぽい感じのスポットの紹介とかされててね、すごい興味深いチャンネルでしたね。で、博多弁のことなんですけれども、まあ、私はですね、今福岡生活がもう丸7年経ったところなんですけど、まあやっぱりちょいちょいこう日常生活の会話の中でさらっと博多弁っぽい言葉を使うことっていうのはあるんですよね。なんだろうな、ちょっとなんか例がパッと思い浮かばないんですけど、それこそ旦那さんもね福岡出身の方なので、旦那さんと話してる時に、まあ、ポロッとちょっと博多弁っぽく喋ってみたりとかっていうのはあるんですけど、基本的にはそうですね、ずっとまあその地元の東京で使ってた標準語をそのまままだ使ってますね。まあ私やっぱりその喋る仕事っていうのを本業としてやってるっていうのもあって、まあその喋る伝える仕事とかってやっぱなかなかこう方言とかじゃなくて、やっぱ標準語で綺麗に喋るっていうのが基本だったりするので、そうですね、それでもしかするとあんまり方言にこう流されないというか、うん、未だに博多弁に染まってない部分っていうのはもしかしたらそれであるのかもしれないですね。ただまあそのね、いろいろこう博多弁とかもやっぱり聞いてて面白いなとか、意味を知ってあ面白いんだなとかっていうことはあるので、まあ、これからもねそういう意味で博多弁に親しみは持っていきたいなとは思ってます。まあ、渡辺さんもねきっと福岡に来る機会っていうのはすごく多いと思うので、そういう時はねちょろっとこう使ってみるとすごく福岡の方喜んで接してくださると思います。はい、渡辺さんいつもありがとうございます。そして続いて吉岡久志さんですね。ゆりぱんさん、今回も楽しい番組ありがとうございます。金曜の朝は出社準備しながら夫婦で拝聴させていただいてますよって、すごく嬉しいです。奥さんも今日のお供のコーナーで取り上げられたものをどんな味だろうねと楽しみにしてて、買ってきてと無言の圧力をかけられてますってそうなんですね。今回は結婚生活のコツの話で夫婦盛り上がってました。2016年の夫婦アンケートで長崎県は夫婦喧嘩で奥さんが勝つと財布の紐を奥さんが握っているの項目で全国1位だそうで、確かにと納得しました。以上のことでうちの夫婦間力関係はお察しください、でも仲良くやってますよということです。今回のお供は黒蜜苦手な僕にはどうかなと思いましたが、食べてびっくり、黒蜜がクリームによってまろやかになり、わらび餅の食感もあって美味しくいただきました。今回3回目ですが、我が家では金曜朝の日常になってます。これからも頑張ってくださいね、ということで、吉岡さんもうめちゃめちゃ嬉しいコメント本当にありがとうございます。しかも奥様とそのご夫婦2人で聞いていただけたということで、本当にすごく嬉しいなと思ってます。本当にありがとうございます。まあちょっといろいろお返事したい部分あるんですけど、もうまず吉岡さんの食レポもう120点ぐらい素晴らしいですね。多分前回の私の食レポよりお上手だと思います。うん、前回がねとろけるクリームわらび餅ですね。前回もそういえばファミマのスイーツだったんですけど、それの紹介したんですけど、黒蜜がクリームによってまろやかになりとか、本当にそうですね、その部分すごくいい部分でしたよね。ちょっとなんか私もまだまだ勉強しなきゃなと思いました。そして夫婦関力関係お察しください、でも仲良くやってますよということでね、すごく何よりだなと
思いました。まあ、前回私その幸せな結婚生活のコツってね、なんかこうまるでね結婚生活のスペシャリストみたいな感じのタイトルでお話をしてたんですけど、まあ前回私がお話ししたことって本当に結婚生活だけじゃなくて、まあ、その他のもう人生、まあ、仕事もそうだし、例えば友達関係とかでもそうだと思うんですけど、まあ、何に置き換えても結構当てはまることかなっていうふうに思うので、まあ、吉岡さんだけじゃなくね、聞いてくださった方たちにはね、みんなそういう視点で聞いて楽しんでいただけたら嬉しいなと思いました。まあ、でもなんかその結婚生活のコツっていうのを一つ話題としてご夫婦で盛り上がっていただけたのかなって思ったらすごく嬉しいなと思いました。そしてね、我が家では金曜朝の日常になってますというね、大変嬉しいコメントもいただけて、まあ、本当にこれからも頑張って続けていきたいなと思いました。本当に吉岡さんありがとうございます。そして奥様もね、一緒に聞いていただいているとのことで本当にありがとうございます。どうぞこれからも引き続きよろしくお願いいたします。そしてトール関さん、ゆりぱんこんにちは、更新ありがとう、幸せなんですね、いいことですと。関さんもね、いつもコメント本当にありがとうございます。そうですね、もう本当に今なんて言うんでしょう、変な話なんですけど、私すっごく幸せなんですみたいな、別にのろける感じとかっていうのは正直私そんなにあるわけじゃないんですよ。ただそうじゃないけど、やっぱり毎日がすごく楽しいなとか、旦那さんとちょっとしたなんか日常の中での会話を楽しんだりとか、一緒に美味しいご飯を食べに行ったりとか、そういう何気ない日常っていうのがすごく充実してるので、まあよくよくこう考えた時に、あ、すごく私なんか充実してるな、満たされてるな、幸せだなっていう風に感じることが多くて、まあ、それでね、前回ちょっとそういうテーマでお話をさせていただきました。まあそうですね、ちょっとなんかただののろけ話じゃなくね、聞いてもらえたら嬉しいなというふうに思いました。はい、関さんもいつも本当にコメントいただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そして続いてしおさん、職場にいる同級生が今年結婚して独身の自分はいじられるのですが、地元に転職で戻ろうと考えており、今のところ結婚どころか付き合うこともなく微妙なリアクションしかできないのがもどかしいですということです。なるほど、そうなんですね。まあ、そっか、周りがね結婚してくるとね、どうしてもちょっとこう同級生とかだと比べられたりとかして、ちょっとこう焦るというか、なんか微妙な気持ちになることっていうのは確かにありますよね。私前回の放送の中でもお伝えしたと思うんですけど、そもそもそんなに結婚願望ってなかったんですけど、やっぱり24とか27とかの時だったかな、27ぐらいか、そのぐらいの時に結構地元の友達、高校大学時代の友達とかっていうのが結婚することたちが増えてきて、結婚する友達がそのあたりで増えてきたんですよね。でその頃っていうのは、当時私もまだお付き合いしてる方がいない時期だったっていうのもあって、全然結婚願望ないのに友達の結婚式に出ると、ああなんか同い年なのにこの子たちはもうその結婚して家庭を築くっていう、なんか人生でこう私と違うステップにもう進んでいっちゃったんだなっていう、なんか謎の寂しさみたいなのを感じたことはありましたね。なんかどうしてもね、同級生とかってこう自分と一番比べる対象になっちゃうので、そういう気持ちになることっていうのは誰にでもあることなのかもしれないんですけど、ただ、まあ、結婚してる私が言うのもなんなんですけど、まあ、結婚が全てじゃないと思うし、結婚だけがその幸せっていうことも全然私は思ってないんですよね。だからそれこそその人にとってのタイミングっていうのが絶対にあって、そのタイミングで結婚すればきっと幸せだと思うし、そうじゃない時は結婚しないで、まあ、一人で自分のそのね、それこそその地元で転職で戻ろうとかっていうしっかり考えがあるっていうことは、今はその道で進んでいって何かこう行動していったりとか、それでこう生活を充実させていくっていうことが今のその塩さんにとってはすごく幸せにつながるものなんじゃないのかなっていうふうに思ってるので、もう全然その
だから前回話したこととかもね、やっぱりその結婚だけじゃなくてその仕事とか他のことに関してもつながる部分っていうのはあると思うので、まあ、そういう視点というかそういう観点でね聞いていただいて、何かこう参考になることがあったらいいなというふうに思いました。まあでも本当ね、すごくその塩さんも今仕事っていうか未来のことをすごく真剣に考えて向き合ってる最中だと思うので、まあ、私はね心から応援したいなと思います。まあ本当でもなんか応援したいと思いますぐらいしかなんかねできることはないんですけれども、あの私もねやっぱり将来とか未来のことをずっと考えて仕事を仕事をっていう風に走ってきた経験があるので、そういう風にね何かこう自分のやりたいこととかこういう風にしていきたいっていう風に思って頑張ってる方の背中はねもう全力で押したいなっていう気持ちがありますので、まあ、ぜひ塩さん頑張ってください。私もね YouTube ラジオ頑張って続けます。まあ、YouTube ラジオだけじゃなくて、ね、YouTube のチャンネルそのものもね続けていきますので、塩さんもよかったら引き続きお付き合いいただけるとすごく嬉しいです。ということで、今回もコメントいただいて皆さん本当にありがとうございました。そして、今回ゆりぱんの YouTube ラジオも、第4回目だったんですけど、いかがでしたでしょうか。なかなかね4回目なんですけど、やっぱまだまだねなんかうまくまとめきれない部分とかがあるので、まあ私の中では課題もたくさんあるんですけれども、まあ、皆さんすごくね優しくて、それこそ今日のテーマでね笑顔でなんかいたらいい人ばっかりと出会えるようになったっていう風に言ってるんですけど、その YouTube ラジオにコメントくださる方も皆さん本当に丁寧で、なんて言うんでしょう、私がもう読んでてすごく嬉しいな、なんかこう素敵な人たちに私の言葉を届けることができたのかなっていう風に感じる、なんかすごくね充実感があるんですよね、皆さんのコメントを読ませていただいてる瞬間って。だからね本当に皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。まあなんて言うんでしょう、最後なんか微妙な締めになっちゃったんですけど、いや微妙な締めではないかなすいません、ちょっとなんかまとまらなくなってきてしまったんですけれども、まあ、とにかく本当ね私皆さんとの縁もすごく嬉しいなと思うし、これからも大切にしていきたいなと思ってますので、皆さんぜひね次回の放送も楽しみにお待ちいただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回ちょっとすいません、かなり長くなっちゃいましたね。30分近くもう時間が経ってしまったんですけれども、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。